4月22日朝9時19分高塚到着、一番乗りです。風あるじゃん。全然弱いや、でも真正面は意外と浮くんだよね。今いい風向きがいいね。ねえ、落ちた。落ちた。なんだか全然なんかまだ浮かねえな。もう走っちゃう。いいね。はい、はい、向かい行くよ。はい、お、なんかいいじゃん。のんちゃんなら浮きそうだな。はい、のんちゃん。はい、YSC、金田さん、成功しました。お、ちょっと待って、のんちゃん出そうだ。はいよ。はい、走る走る。いった。はい、YSC、のんちゃん出ました。のんちゃん、向けに聞こえてる。足振って。足。聞こえてない。うん。無線入れろ。無線を入れろ。無線機入ってないよ。喋ってみてじゃあ。かけます。行きます。やっほい、やっほい、無線機入ってる？ちゃん寝た。いいねー。やっほーい。交流。はい。西流そうよ。
ごく低くない？みんな。絶景だね。西岸取れますか？今西へ 4.4 キロ地点にいます。低空飛行でこの辺まで来てます。やるね、リベンジ果たしたね。今どんくらい？僕だって60、60、いや下に見えるよいつも。今だいぶ上がってきたけどね。さっきなんかすごい低く見えたけど、了解です。よかったよかった。私はしっかり持ってきました。羨ましいです。凍った飲み物も持ってきました。6キロ地点です。土手が低くなっちゃうんだよね。筒井さんノリノリだね。いい感じだね。いやーかっこいいよ。一番高いんじゃないの？もうあとは500メーターぐらい。はい、了解。じゃあそれを目当てに行きますけど。おにぎりセットを食べようかな。全然クリアですよ。やっほい。
もう全部食べちゃったよ。ゆっくりと。おお、ねえ、なんだよ、降りたいって降りればいいじゃん。違うのか。楽しいよ。のんちゃん来たかな。あそこに見えるのは誰だ。やっほい。さあ行くよ。近いってば。近いよ。あれ触れちゃいそうだよ。また来たよ。戻ります。you
また降っちゃうとめんどくさいぞ。3時間20分経過しました。3度目の養老院です。いっちゃん、また奥に行っちゃって、どうするよ。折り返した瞬間に沈みそうだよ。おいおいおい、すげえことになってんだ。90キロなんか出るわけねえじゃん。Oh, bro.